れあ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 れこんばんは。ちょっとなんか画面が固まってびっくりした。こんばんは、やっほー。土曜日じゃん。あ、土曜日じゃん。あ、土曜日じゃないじゃんごめんなさい、ちょっと脳が今日はもうバグってるかも。金曜日じゃん。やっほー、ご機嫌いかがですか。何ですかこれは。え、トイプードル、何これ、なんなんなん。なんかトイプードルがいた気がする。今日はトイプードル、可愛いティーカッププードルに遭遇した。え、すごい、風船ありがとう、いっぱいバルーンありがとう。え、わ、なんか新しくない。おお、カズサさんもティーカッププー、ティーカッププードルではないか、プードルありがとう。皆さんありがとう。日向さんも、木こりさんも、よしひこさんもありがとう。なんかさ、いつもギフトってだいたいこう上から下に降りてくる系じゃなかった、こう上がっていく系って珍しくない。他になんかあったかな。ありがとう。そう、今日リコちゃんと道歩いてて、もう 何の話してたか忘れたんですけど、すごいめっちゃ話の途中にあーって言ってすごい可愛いプードルがいるって言うから、えって思ってみたら、もう紙袋、なんかゴミ、茶色い紙袋が落ちててえ、待って、どうしたってなりましたちょっと工藤さんの目にはもう可愛いプードルが映ってたらしいめっちゃ可愛いプードルって言うから見たら、え？え？ってなった。疲れてるのかな？そうかな？そうかも。え、今日金曜日なんだね。じゃあ金曜ロードショーが合ってるのかな？え、コナンが合ってるの？何のコナンが合ってるの？そっか。あ、コナン見てるんだ。じゃあ、二窓してください。青木さんがコナンの実況配信してるの。あ、去年のやつか。私、去年は確か映画見に行けてない気がします。え、じゃあ見たかったな。見たかったな。コナン、さやかりん、おきっぽさんの三窓それ大丈夫？頭に入ってきてる？え、絶対さ、コナンとおきさんの配信をこう見てて、絶対私の話頭に入ってないすごい、じゃあ難しい話をしようかな、この配信を。録画してないな。録画してない。すっかり忘れてた。金曜日か。もう19分も過ぎちゃったからな。アマゾンプライムで見ます。え、四窓してるの？え、四窓しててさ、え、誰、どう聞いてるん？どんな感じ？え、みんなの話、ちょっと面白そうな話をしてるところを聞いてるみたいな、そういう感じ？え、そう、Amazon プライム、プライム会員です、私。もう Amazon 様々なので、私は引きこもってるので、引きこもってるというか、なんて言うんだろう、あまり外に進んで出るタイプじゃないので。鳥さんさん、プードルありがとうございます。
え、プライム、プライムよ。D アニメも入ってる。 D アニメとアマゾンプライム。信頼さんも風船ありがとう、ありがとう。原田プライムって何ですか？原田プライムっていうのはちょっと知らないけど、ネットフリックス入ってない。でも入りたいなって。なんかそれでしか見れないアニメとかあるから入りたいなとは思ってるんですけど、なんか月額のやつがいつ、なんかこの前確かめてみたら引かれてる月額の料金みたいな、なんか知らないものがいっぱい結構引かれてて、え、私こんなになんか入ってたっけってなったので、ちょっともうこれ以上増やしたらなーって感じ。すごいアニメ基準な人だね。え、でもね、絶対私入ってないんですよ。なんか同じようなとこから5個ぐらい引かれてて、なんですかこれはってなったけど、ちょっともう今思い出した。全然何の対策もしてなかった。何なんだろう。ちょっとなんかしようと思って思うツボなの。でもなんか何を解約したらいいんだろうって感じ。あ、モバメかな。あ、モバメかな。モバメかな。そういうのかな。ちょっとまた確かめときます。確かめとこう。今年はそういうことをしっかりすると決めたので。え、モバメかも。それかも。なんか同じようなとこから何個も引かれてて、あ、モバメかもしれん。あ、モバメかもしれんな。330円ぐらいだったかも。あ、モバメかな。モバメかな。そうかな。そうなのかな。おお。あ、あ、ごめんなさい。なんでもない。なんでもない。ごめんね。全然ちょっと忘れてください話。ああ。忘れてください。忘れてちょっと。ごめんなさい。なんかすごい、なんか乗っ取られて危険だみたいなちょっと感情を出してしまって申し訳ないですね。ちょっと何でもないです。何でもないですね。ちゃんとしなきゃ。そう、今日は中間発表ですよ皆さん。というあ、そう、中間発表が気になって夜しか寝れんって、それは一大事。それは一大事ですね。そう、ただのちょっとオタ活だったな。そう、ドキドキだね。私は今日はお昼寝ちょっとした。お昼寝ちょっとしたけど、でもなんか今日はいろいろとバタバタしてる一日だったので、うん、バタバタしてる日だったからそわそわしてたけどこうやるべきことがあったから、そわ、でも頭の片隅にはずっとありました。でもちょっとバタバタしてる日で逆に良かったかも。もし今日がずっとお家にいるって感じだったら、そのずっとそのこと考えて、あ、どうしようってなってたから、そうそわそわパタって感じだった。
語彙力語彙力がつけたいですね私。そう語彙力がないからちょっとソワバタとしか言えないんですけど、いやーいやでも明日オンラインお話し会、なんか久しぶりな気がする。よろしくお願いします。楽しみにしてた。ワク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 確かにジャガバタみたい。アンバタ、ワクワクワク。そう、制服の日です。明日は明日はセーラー服かな。明日よろしくって。こちらこそこそ。髪型どうしよう、途中で変えたりしようかな。なんかね、明日多分3時間目からとかなんですよ。そうだよね確か。だからこれまでって結構1時間目からか2時間目からって感じだったから、3時間目、12時何分からとかだから、すごいなんか新鮮新鮮。いつも結構朝バタバタって感じだ、こんな感じで準備してたので、明日はね割とそう余裕を持って準備ができそうで嬉しいですねでも最近ね、まあ、朝方なので全然いいんですけどね。ゆっくりできるねでもそう問いつつね、バタバタしちゃうよね。時間が遅かったでなんか意外とギリギリになって焦る。今日はね、お仕事の合間にちょっと時間があったので、イヤリングをね買いに行った。日曜日のお話し会が春っぽコーデなので、イヤリングを買いに行きましたなんかね、一番初めに行ったお洋服の店で、結構イヤリングいっぱいはないけど、なんか何個かあって、それが大体結構いい感じの値段で、なんか500円とか400円とかだったんだけど何かあんまりピンとは来なかったから、次のお店にまた行って買いました2600円ぐらいの買った
ちょっと私にしては、そう、私にしてはちょっと思い切った買い物でしたね。思い切った買い物だったので。イヤリングに2600円ってさ、あ、600ケロってさ、ちょっと今考えたらちょっと高いかもしれない。ちょっと今高いかも、高い気もしてきた。どうしよう。どうしよう、ちょっと高い気がしてきた。あら高い気がしてきたな。ね、ちょっと可愛いので楽しみにしててください。お楽しみに。可愛いとお話し会、日曜日来てくださる方に思ってもらえたら、うん、十分です。そうだよね、イヤリング落とさないようにしないとね。落ちちゃうんですよね、たまに本当に落ちちゃうんですよ。だから何回かそれでなくしたので、気をつけます。ツイッターの動画いい感じで、ありがとう。動画をそう最近割と載せてたね。あ、動画の答え、そうだ、もうすっかり忘れてた。なんか、いつだっけ、昨日いつの気象報告かな。2日前ぐらいの動画で、あんまなんか声が聞こえてなかったから、ちなみに、なんて言ってるかわかりますかって。リプで追加でツイートしたんですけど、聞こえた。あ、そんな聞こえづらかったの。あ、難しいの、なんかもう自分、おう自分はもう自分の声だからめっちゃ普通に聞こえたけど、え、そう、でも何人か、聞こえてる方いらっしゃる。そう、やめてくださいって言ってました。やめてください。やめてください。私って声が低いんですね。やめてください。やめてください。コミさん、お疲れギフト10個ありがとうございます。ありがとうありがとう。やめてください。声は高くしようと思ったら高く出ます。結婚してくださいでも、あがめてくださいでもないですね。いや、なんか自分の声が好きじゃないんですよ、私。なんかずっと言ってる気がするけど、自分なんか喋ってて、あー、声やだなーって思う時が多々あります。結構、なんだろう、人と喋ってる時とか、あー、やだなーってなる。
かなりません？ずっと言ってる気がする。なんか本当に初期の頃とかは自分の声が聞けなくて、その映像とかで自分の声が聞けなかったから、音とか消して見てた。公園とか、なんだろうか、クラコンとか。あ、そう、なんかさ、お家でお話し会動画みたいな、お家で握手会動画とかも、そういう動画提出とかの時も本当に本当にもう、ね、ちょっとおかしいぐらい撮り直してました。プードルハーツさん、ありがとう、ありがとう。懐かしいね。そう、ワンオクターブ高いやつ、あ、ありがとう。今出ないや、今出ない。なんだろうこれは。 IKKO さん、ありがとう。なんだ、なんかバルーンの中にハーツがいっぱいある、ありがとう。私さ、この服よく着てるんですけど、レッスンとかでよく着てるんですけど、この服着てるとき大体こう腕を服の中にしまい込んじゃうんですよ。てか、あのレッスンのその踊ってない時間とか、立ってるときとかこうやってしまい込んじゃって、今日萌え袖とかいう、もう次元じゃない。え、萌え袖とかいう次元じゃない、もうあの袖ブランってなるんです。なんか全然メンバーとか先生とかにバレてないつもりだったんですけど、今日リコちゃんに、ペちゃんその服着てる時結構袖で遊んでるよねって言われて、あ、見られてたんだって。なんかこんなんしてるんですよ。よくこうやってこうしてるの。だから意外とバレてたって思って、ダメですね、ブカブカめの服着るとなんかもう無意識に手をしまい込んでしまう。IKKOさん、ギフトありがとうございます。ダメだな。ビルマさんもギフトありがとう。リコチ、今日セヤカリンのメンタルクリニック受診したって。って受診したかな。受診したかな、いつだろう、いつの時だろう。お疲れ様です、お疲れ様です、金曜日お疲れ様です。いや、もう本当にお疲れ様です。皆さん、なんかさ、生きるって大変じゃないですか。でもそれを毎日皆さん本当にお疲れ様って思う、ね、よく生きた、よく生きた。本当にもう褒めたい気持ちでいっぱい。そうよね、なんか世の中ってすごいよね。すごい、なんかすごくない？なんかさ、こうやって普通に生活してるけどさ、
え、普通に生活してるのってなんかすごくない？すごくないって思う。普通ってなんだろう。全然全然哲学の時間とかではないです。明日休日出勤なの？もうそれはもうなんかあんまり、じゃあもう脳内では休日のつもりでもう脳内はもう自分の意識はお家に置いてきて、もう体だけ無意識で動かしてますっていう体でいきましょう。どういうこと？なんとなくできないですか？こうやって普通に体とかは、体はちゃんとお仕事して、脳内本体は家みたいな。高瀬さん、ギフトありがとうございます。いや、できますよできますよ。なんかなんて言うんだろう、説明は難しいですけど、やっぱり本体はちゃんと動かしつつ、脳内は家。さっきと同じこと言ってる。炭酸せんべいさんもギフトありがとうございます。ゴールデンウィーク前で忙しい。ゴールデンウィーク前か。そう、今日私カレンダーこう見てて、カレンダーだっけ、いつか何を見てたか忘れちゃったけど、もう頭の中ではなんかわかんないけど3月って思い込んでて、3月のこう予定とか見てて、あれ今日ここ今って、あ、もう4月なんだってなった。なんか早ってなって。え、ありません？あれなんかさっきから私のことに誰も共感してくれない。さっきから私の話に全然共感してもらえない。あれおかしいな。おかしいな。3月ないの？おかしいな。なんかちょっと普通にわかるって。あるあるって感じじゃない、感じかと思ったんですけど、ちょっと違った。共感してもらえなかった。え、でももうすぐゴールデンウィークなんですね。なるほど、そうだよね、もう5周年がもうすぐだもんね。そうかそうか。そう、私今生誕 T シャツの、あ、めっちゃ話変わっちゃうんですけど、ね、もうだって、もうすぐ5月か。え、もうすぐ5月って、それはやばいな、すごいな。そう、生誕 T シャツのね、あの、そう、もうもらったので書いてくださいっていうのを。ということは、じゃあ生誕祭があるということですね。生誕祭があるということか。え、あるのかな、生誕 T シャツだけ作られるとか、そういうことではなく、あるのかな、ちょっと想像つかないんですけど。想像つかないな。生誕祭とかあるの？え、どうしようかな、どんな感じかな、どんな感じあるのかな。いや、え、想像つかないんですよね。生誕祭、いや、もう手紙ね、なんか結構みんなさ、生誕祭でなんか喋ってるじゃないですか。
何喋ればいいんだろう何喋ればいいんだろうね、何公演で生誕祭するのかなとか分かんないよね。ね、私多分真っ白になっちゃうから手紙書いとこうかなとか思ってるけど、分かんない、何書いていいか分かんないあ、でそう、生誕 T シャツ今書いてるんですけど、ちょっと丁寧に書いてる、ちょっとめちゃめちゃ時間をかけて書いてる。ちょっとだいぶ前、1ヶ月前ぐらいにちょっとどんな感じの絵にしたいか今悩んでますみたいな、こんな感じにしようかなみたいなメール送ったんですけど、ちょっと全然違うちょっともう何もかも違う絵になりそうちょっともうなんかちょっとすみません全然違う絵になりそうなんですけど、ちょっと楽しみにしててくださいそうなの、そうなの、そろそろ締め切りだから書かなきゃって感じ。書かなきゃ、いつまでだったっけ。あまり書く時間がなくてどうしよう、あれどうしようって感じ。あ、でもダークな絵じゃないダークな絵ではないです。先生、締め切りがあって、締め切りなんとか伸ばせないですかねって聞いてみようかな心臓は出てない絵です。ちゃんと臓器は体内に収まってる絵を描くつもりですあ、大丈夫。モバメ送ったって今何時？こんな時間なの？こんな時間なの？メール送ってないです。メールを送っていないです。送っていないです。泣いてる絵にもしないつもりです。ちょっと泣いてる絵を描くの好きなんですけど。ありがとう、メールを送り忘れるところでした。もう下書きはねしてたから、もうタタタッと送れる。中間発表だよこの後。どうしよう、なんかさ分かんないよね。どういうテンションでさ、どういうテンションで聞けばいいのか皆さんどういうテンション、何を考えながら聞いてる？メール。先にお風呂に入ろう。私もそうしようかな。先にお風呂入って、もう精神統一して、あ、無心で聞くの？あ、無にして聞く？信じて待つ？ハイテンションで聞く？どっち？さあ、心を無にってもうなんか、どういうこと心を無にしてたらもう頭に入ってこなくない？その発表が。なんか復唱しながら聞いたらいいのかな。無表情で聞く。難しいな。逆にお風呂に入ってる時に聞くとかどうですか？いいかもじゃない？お風呂に浸かってアロマキャンドルつけてそこで聞くみたいな一番もう心が洗われてる時かもね。いいかもしれないね。そうしよっかな
は逆になんか歌いながらとか踊りながらダンスの練習しながら聞くみたいな。逆に、あ、メール送ってます、すいません、メールを送ってなかった、おやすみケロメール。そう、前髪さ今めっちゃいい長さだなって私個人的に思っている。送信、送信。ね、伸びるの早かったよね。切ったのいつかもう忘れちゃったけど、なんか5日とかで伸びた気がする。え、今がちょうどいいかも。なんかもうちょっと長かったら目にかかっちゃって写真とかで撮ったら結構もう目が見えないみたいな感じになっちゃうからいいかも。でもこれをねキープするのが難しいんですよ。また切ろうとしたら短くなったり。いいですね。キクちゃんプードルありがとうございます。めっちゃ可愛かった。ティーカッププードル可愛い、可愛いなんかもう動物って可愛いよね。なんであんな可愛いんだろう、びっくり。動物って犬とかティーカッププードルとか自分のこと可愛いって思うのかな自分自身がティーカッププードルだったら癒されるかなどうなんだろう。もう犬になりたいって今言おうとしてそれを今考えた。いいね。え、中間発表緊張してきたよね。そうだよね、私もね今日今ずっと話しながら本当に頭の片隅にあ、ってなってる。本当に今日かな本当に今日中間発表かな。どうなんですか、今日ですか。本当に 100% 今日ですかね私今日本当に今日じゃないかもじゃない分かんないじゃん、それは誰にも駄目だ、もうバグり始めてるかも。なんか今話したいことあったけどもう何だったっけ。おー、そう、瀬戸内の絵も描きたいですね。描きたいですね。次どうしようかな、どこ描こうかな、どこ描こうかな。てててててね、山口描こうかな。
山口、岡山、兵庫を書いて四国行こうかしら。行こうかしら。順々に書いてく。時計回り、そうだね、時計。投票してるって、ありがとう、ありがとう、貴重なお時間を。頑張ります。明日話そっかな、またじゃあ明日また相談会しようか。明日でも配信するかな、私明日相談会しようかな。山口県の何を書いたらいいでしょうか。いいと思いますか。あ、フグ。フグ書きたいね。配信しないに全額って、あら、そんな。瓦そば書きたいで。うん。山口。山口。錦帯橋いいね。秋吉台いいね。関門海峡、ちょっと待って、メモしてる。ちょっとコメントに時差ができそう。ちょっとメモしてるので、ちょっと時差ができます。うん。いいね、いいね。ちょっと待って、
ちょっとよくもう分からないぐらい時差ができたちょっと分からないぐらい時差ができた、ごめんなさい。でもちょっと待って、待って、ごめん、あ、うん、ほう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 。はい、ありがとう、ありがとう、え、なんかもうありがとうありがとうございます。前回何個書いたっけ。じゃあ変わらそう、ちょっとありがとうございます。もうだいたいもう分かりましたちょっと皆さんの意見をまとめて書きたいなって思います。揃った、ちょっと待って、今どうしようかなと、開門海峡、錦帯橋、開門海峡と錦帯橋、京都錦帯橋2個並べるの難しくないどうしよう、あ、関門関門海峡と錦帯橋、2個並べたら変になりそう。秋吉台、秋吉台、あ、メール来ました、ありがとう。
難しい。なんかさ分かんないんですよ。こうどう何をどうこう並べたらこう収まるのか。いっぱい書きたいけどね。錦帯橋が分かりやすいかな。錦帯橋外せん？絶対外せんやつはどれですか？絶対外せんやつ3個って言ったらどれですか？錦帯橋と錦帯橋じゃあ絶対で、河原そば？錦帯橋は絶対書く。フグ、じゃあフグフグも絶対じゃあフグね。秋吉台、山賊山賊焼き、唐戸市場いいよね。唐戸市場にさ、なんかフグいるよね。フグそれ書いたらいいかな。フグなんかいない？置物でかいフグいるよね。ユミリンさん なっちゃん、千岡三塾個人的には外せない。リコチ、SL 山口号は書きやすそうって、いいかも。いいですね書くの楽しそう
書くの、書くの楽しそう。うん、じゃあありがとう、ありがとう、ありがとう、いっぱいいっぱいもう浮かんできました。浮かんできました。ね、既婚者、ありがとう、いっぱいありがとうございます。もう1,2,3,4,5,6 6個もうあるので、ちょっといい感じに、いい感じに、ちょっと画力の問題で書けなかったりしたらちょっとなくなっちゃうけど、ちょっとその中から書いていきたいと思います。ありがとうございます、ありがとう、すごいすごい、めちゃ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 参考になった、ありがとう、ありがとう、すごいすごい無言で無言で情報収集収集しちゃってた。ありがとうございます、ありがとう、また書くのでぜひ楽しみに待っててください、ね、ちょっと合間合間で書いていこうと思います。いや、とりあえず生誕ティーの T シャツの締め切りが近いので生誕ティーを書いてあ、同時進行で書こうかな、同時進行で書いていこう。ありがとう、わえ、た、楽し、ちょっと早く書きたくなってきた。でもダメだ、明日はちょっとお話し会なので、ちゃんとしっかりと睡眠をとってから撮ろう。あー、ちょっと楽しくなってきたな、ありがとう。ねえ、ごっちゃにならない、え、難しいんです、なんかさ、配置とかさ、構図とか、なんか誰か、なんか誰か、その係、その係の人が欲しい気分。なんかどう書い、どう並べて、何をどう、どこに何を書いて、どういう感じの、なんかさ、あるじゃん、建物書くってなってもどっち向きに書くとかさ、橋を書くってなってもこう、どの方面から書くのかとかさ、もうなんかもう分からないってなってなりますけど。なるんですけど。ね、現地視察ほんとね、できたらいいなってほんとに思った。なんか写真とかこう調べて書いたりしてたんです、したんですけど、ね、現地に行って写真撮って書いたらいいなって思うけど、ね、取材旅行行きたいな。確かに取材費いただけるかな。取材なら経費で落ちるの。どうなんだろう、ダメですって絶対言われる。ありがとう。瓦そばもそうだね、経費で、これは取材ですって言って、これは写真がいるからですって言って。じゃあありがとう、ありがとうございました。あ、じゃああれだね、もう会議をありがとうございました。あ、待って、そうだ、今日中間発表じゃん。中間発表じゃん、どうしよう、テロップ書こう。
何にしようかな、何にしようかな、何の話したっけ今日は。テロップ書きます。今日はソワバタな一日だったので。そう、初期もう最初の話に戻った。そう、でも今はさもうバタバタしてないから、今もうソワソワです。ソワソワしてます。明日の話し会が楽しみなので、でもソワソワしてるからソワるんです。じゃあ壇上を読ませていただこうと思います。ダダダン、13位、ジップさん、ありがとうございます。12位、ダイさん、ありがとうございます。11位、カズさん、さやかに楽しい、ありがとうございます。10位、ヤマイさん、ありがとうございます。9位、翔一さん、ありがとうございます。明日よろしく、ありがとう。8位、ビルマさん、ありがとうございます。7位、ヨシヒコさん、ありがとうございます。6位、ユズキチさん、ありがとうございます。5位、トリサンさん、ありがとうございます。4位、カズサさん、ありがとうございます。3位、イッコーさん、ありがとうございます。2位、コミさん、ありがとうございます。ありがとう。そして1位、ハーツさん、ありがとうございます。良き結果でありますようにって、どうなんだろうね。ありがとうございます、ありがとう。そして本日の基地の方は、タタタタタン、ハローサンタさんです。おめでとうございます、ありがとう。だってさ、今月の頭に、4月の頭にその基地のおみくじ引いて、もう4月があと1週間、早いって感じなんですけど。では皆さん、金曜日、今週も平日お疲れ様です。お話に付き合ってくださってありがとうございました。この後 STU48 のちりめんパーティーで、瀬戸内 PR 舞台の中間発表がありますので、一緒にドキドキで聞きましょう。私も頑張って無心で聞けるように心がけて、精神統一しながら聞こうと思います。いや、ということで今日もお疲れ様でした。それじゃあおやすみなさい、バイバーイ、おやすみ、ゆっくり休んでください。バイバーイ。